また岡崎市長は今年のよさこい祭りについて、通常 の、 第68回よさこい祭りという名称には多分我々からすると多分ならないんじゃないかなというふうには思います。県外チームをどうするか、それと観客をどうするか、まあ、ここが大きなテーマになっています。今年のよさこい祭りについて、よさこい祭り振興会は8月19日木曜日と20日金曜日の2日間、高知市大原町の龍馬スタジアムで開催する方向で検討を進めています。出場チーム数や観客数の制限についても協議を重ね、今月27日に行われる総会で開催の可否や日時を最終決定します。